こんにちは、くまです。今日は僕が日々行っている掃除のルーティーンを5分、10分、30分という時間別に分けて皆さんに紹介していきます。僕は普段習慣化や効率化だけでなく、自分の体調や気分と向き合って掃除をしています。そんな中で、今日紹介する僕のルーティーンが少しでも皆さんの生活のヒントになればとても嬉しいです。僕はいつも掃除をする際、好きな音楽を聴きながらできるだけ気分よく行えるようにしています。自分の機嫌を取りつつ楽しく掃除を進めています。5分の掃除、床モップ、フローリングのモップ掃除は無印良品の掃除用品を使用しています。モップだけでなく様々なパーツとの組み合わせができてとても重宝しています。モップは2日に1回程度行っていて、棚の下なども都度しっかり掃除しています。我が家では床に置いているものを動かしやすいように、同じく無印良品のキャスターや台車をつけて移動できるようにして、ストレスのないようにしています。台車は僕のブログでも紹介しているので、よかったら見てみてください。ベッドの下は通気性を考えてスペースを空けており、掃除もとてもしやすくなっています。モップはだいたい1日の始まりに行うことが多く、自分の中で1日の良いリズムができます。意外とホコリが溜まりがちな玄関も最後にモップ掛けをしています。使い終わったモップは裏面にして、窓のサッシのホコリを取るようにしています。ここは習慣化しないとすぐホコリが溜まりがちですよね。窓から気持ちの良い景色を眺めたいので、なるべく綺麗を心がけています。これにて終了。カーペットクリーナー、こちらも床モップと同じ日に行うことが多いです。無印良品のクリーナーは丈夫で長く使えます。テーブルの下などは先ほどのモップのポールに付け替えて行います。パソコン作業中の妻の足元をお邪魔しました。掃除をした後は自分で作っているファブリックミストをかけます。ラグやカーペットはすぐ終わりますので簡単ですね。棚モップ、市販のモップを使い家具の上などを掃除します。なるべく物は多くならないようにしていますが、それでも自分で気に入って大切に使っているものは家具の上に置いています。棚の上のモップも定期的に行い、ホコリがたまらないようにしています。リビングにはこういった感じで、僕の趣味の音楽や映画関連のものを多く置いています。なるべく綺麗に保ち、気持ちよく好きな時間が過ごせるようにしています。普段お世話になっている家電ももちろん綺麗にしましょう。収納はなるべく掃除のしやすさも頭に入れ、物を選ぶようにしています。これだけで日々の過ごしやすさもぐっと変わってきます。最後に寝室の小物を掃除して終了です。お疲れ様でした。5分間掃除のポイントはこまめに掃除することです。一日の中の少しの時間でパッとできるようなことなので、習慣化しやすく、すぐに取り掛かれるものばかりです。これをしっかり習慣化できれば汚れの蓄積が防げますし、結果大きな掃除をする手間が省けます。タイミングを決めてすぐに終わらせてしまいましょう。10分の掃除、洗面所。毎日必ず使う場所である洗面所、ここも週1回定期的に掃除をしています。
掃除用のスポンジに洗剤をつけて汚れやすい場所を洗っていきます。こまめに洗うことで日々汚れの蓄積を防ぎます。流しを洗った後は無印良品の電解水クリーナーで周りを拭いていきます。ここもオイルやワックスなどのケア用品などがよく付着するので定期的にきれいにします。すぐに終わるので楽ですね。最後に鏡がきれいだと一日の終わりが気持ちよいです。お風呂上がりの湯気で日々拭きつつ、1週間の終わりにはしっかりと汚れを落とすようにリセットする気持ちで拭いていきます。よし、きれいですね。掃除機。日々フローリングモップをかけているので、掃除機は週に1回にしています。ラグの上は少し強めにかけていきます。掃除機は押す時よりも引いた時によりゴミを吸い込みやすいと聞いてからそのように実践しています。このダイソンの掃除機は結婚した際に妻の姉からいただきました。パーツの種類も多く日々とても重宝しています。ウェットモップ。掃除機で床をきれいにした後、大体セットで行っているのがこの床のウェットモップ掛け。無印良品のウェットシートとアルカリ電解水のセットで拭いています。汚れやすい通路や毎日料理をした床に週1回のリセットの意味を込めて行っています。掃除機をかけてモップをすると床全体がきれいになった印象を受けますよね。家電フィルター。我が家では空気清浄機、除湿機、扇風機やサーキュレーターなど丸洗いできる部分がある家電がいくつかあります。だいたい 3,4 週間に一度フィルター等をすべて外して洗っています。埃が溜まってしまうと働きも落ちますし、見た目も気持ち良いものではないので、できるときは行うようにしています。洗い終わった後はベランダで干せば終了です。10分間掃除のポイントは自分と相談しながらすることです。ここで紹介した掃除はほんの少し時間を要するものです。決まった時間が取れなかったり体調に合わなかったりする時もあります。自分の体調やタイミング、気分と相談しながら適した時に行うのがベストです。なので毎日絶対とルールを決めず、1週間の中で気が向いたタイミングで行うなど、自分の気分と相談しながら気持ちよく進められるルーティンにしていきましょう。30分の掃除。換気扇フィルター。何かと目を背けがちなのがこの換気扇のフィルター。僕も 2,3 ヶ月ごとに重い腰を上げながら行うというような掃除です。まずキッチンペーパーで表面の油を拭き取り、しっかりと洗剤で洗っていきます。一見油は落ちているようでかなり残っています。繰り返し洗い、また洗う。フィルターだけでなく外側もしっかりと汚れを拭き取ります。細かい部分も固く絞った布巾とお湯でしっかりと油を取っていきましょう。大変ですが、綺麗になるとやっぱり嬉しいものですね。
キッチン。毎日使うキッチンのシンク、汚れや水垢がつきやすいので、こまめな掃除とは別に1ヶ月ごとに汚れリセットとして掃除をしています。まずは水切りかごの水垢を取ります。クエン酸を混ぜたスプレーを吹きかけ、ラップをしてしばらく置いておきます。その間にコンロの油汚れを重曹スプレーでしっかり拭き上げ、水切りかごとコンロのごとくを洗います。ピカピカですね。その後はシンク自体をしっかり洗っていきます。洗剤を使って細かい部分もこの掃除のタイミングで汚れを落としていきます。普段は手が届かないところはしっかりきれいにしてあげましょう。すすいだらぬめり防止にアルミホイルを入れて終了です。窓ガラス。窓ガラスは梅雨や雨が強い夏などには汚れがちですね。使う道具は僕の着古した T シャツを切った雑巾とスキージー、スキ炭酸ソーダのスプレー。まずは窓ガラス全体に吹きかけ、雑巾でしっかり拭いて汚れを落とします。ガラス面以外ももちろん汚れているので、このタイミングできれいにしましょう。全体をきれいにしたら、水をスプレーでガラス全体にかけて、スキージーを一気に下に下ろし水分を取ります。ポイントは水を多めにつけて一気に下ろすこと。水が少なくゆっくりだとスキージーの乾燥したゴムが引っかかり、ガラスに跡が残ってしまいます。迷いなくスキージーを下ろしていきましょう。していない部分と違いが出るのが見ていて楽しいです。夏の青空がきれいに映っています。お疲れ様でした。30分間掃除のポイントは、機嫌を取りつつ終わったら褒めるです。30分の掃除は時間的にも体力的にも大変です。やる前には少し重たい腰を上げなければならないものが多いですね。だからこそ僕は自分の重い腰を押すように機嫌を取る工夫をしています。例えば音楽を聴きながら、天気の良い時になど環境的に良い状態を整えて自分の気分をしっかり上げてあげましょう。そして終わったらしっかりと自分を褒めていたわってあげる。いわばご褒美ですね。美味しいものを食べたり、ゆっくりと好きな時間を楽しんだりすることで、掃除をした気持ちのいい部屋で良い時間を過ごせるはずです。自分の機嫌を取りつつしっかり褒める、これが大変な掃除と向き合いやすい僕のルーティーンにおける考え方です。いかがだったでしょうか。今日は僕の掃除ルーティーンを時間や項目別にまとめてみました。特別珍しいことはしていませんが、大切なのは無理をしないこと。掃除自体に嫌なイメージしかなくなれば、その時間は辛いだけのものになってしまいます。やるなら効率的に、そして楽しく気分よく、これが僕の掃除ルーティーンでした。皆さんもぜひ自分のライフスタイルに合ったマイルールやルーティーンを考え、生活の中に生かしてみてください。綺麗になった部屋で素敵な時間が過ごせるはずですよ。それでは今日のクマログはここまでです。また次回のクマログでお会いしましょう。